地域ならではの美味しいグルメや特産物が揃うドライバーたちの心のオアシス、道の駅。そんな東海地区にある道の駅1080駅をアラフォー芸人伊藤麻子が巡ります。うわー、海、船がある。三重県の最南端、ウミガメ公園を出発し、ここまで22の道の駅を制覇した伊藤麻子。今回はついに道の駅の数が一番多い県、岐阜県に突入。女性に大人気の道の駅スイーツや冬にしか見られない絶景スポット、さらに気温0度の世界、日本一の細寒天作りに挑戦します。 PS はドコモと、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。アラフォー芸人伊藤麻子が行く道の駅完全制覇の旅。こんばんは。ということで今夜の PS、はい、道の駅完全制覇の旅でございます。第4弾。僕随分期待して、面白くていつも家ですぐ見てるんですけど、ね、家で見ます。家でですか？東京に。家でどうして全部入るんですか？家じゃない、こっちのホテルで見てたり。あ、ホテル、ホテルで。あ、日曜日、日曜日、名古屋にいらっしゃる。あ、最近ダメだ、曜日の感覚が分かる。じゃあまずあの前回までの回をおさらいしてみましょうかね。第3弾はどこ行きましたか、ね。はい、こう三重県から始まりました、この道の駅。ずっと行きまして22駅行きました。で最後はここ、はい、イラコのクリスタルポルト、ここで終わりました。前回終わったわけですね、はい。今回はいよいよこのね、東海3県の中で一番新しい道の駅でございます、カニッテからスタートしました。カニッテ、またこれは僕の母方がみんな親戚もいるところです。あ、そうでしょ。そうそう、カニッテところですよ。さらに今回は大女優が応援に駆けつけたそうです。誰でしょうか。まさか健吾さんかしら。誰かしら。早速ご覧ください、どうぞ。どうも、今年一発目の BS 道の駅の旅、伊藤麻子でございます。今年一発目はこちら、岐阜県可児市にありますカニッテさんから始めます。新しいやつだぜ。9月にオープンした東海3県で最も新しい道の駅、カニッテ。地元の特産品はもちろん、全国から仕入れた旬の野菜がずらり。いいね。しかも超お値打ちに購入できちゃいます。うわ、見て、たっぷりよ、ほらこれね。え、子供ってこんぐらいなのかしら。230円でお母さん気分。お、ちょっとなんかあれ、釜。あ、こんにちは。あれ、何を焼く、ピザをこうやって。やっぱそうですよね、ピザ窯で自慢のピザをね、いいの、ここで。本当はここに書いてある、石窯で焼き上げましたって、はい。この後、イケメンシェフが手掛ける熱々ピッツァに麻子をメロメロ。あー、いい。ちょっと熱いし。お気に入りの靴を履いたら遠くまでランチに行きたくなった。甘いものを食べたら後輩にも甘くなっていた。メガネをかけたら横顔が好きになった。可愛い傘を買ったら雨の日が楽しくなった。一緒にワインを開けたらライバルが親友になった。そして新しい服を着たら初めてのことをしたくなった。幸せも私らしく、素敵な出会いがありますように。らしく。広いリビングですね。窓も広いですよ。庭も素敵ですね。家庭菜園だってできますよ。あ、あの屋根はもしかして。そうです、太陽光発電。何やってるの二人で。我が家の自慢話ですよ。我が家は家族思いの家、地球思いの家。人生をご一緒に、トヨタホーム。クリア朝日が家で冷えてる、心ウキウキワクワク、ララ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 、クリア朝日。クリア朝日が家で冷えてる、心ウキウキワクワク、
道の駅カニッテの名物本格石窯ピッツァ、早速厨房に潜入すると、わあ、やっぱもう綺麗だよね。あ、こんにちは、はい、こんにちは、ピザさん、よろしくお願いします。内山さん、かわいい、ちょっと影になっちゃうよ、そういうとお顔が上の方がいいよ、かわいい、ちょうどありだけど、なんか真っ赤なんだけど、すげえかわいいよ。何かな、ピザの熱で赤くなっちゃうのかな、はい、なんか女の人と喋ると赤くなっちゃう、いつもちょっと恥ずかしがり屋なんで、かわいい、ほら、朝子ちゃんも大興奮の癒し系シェフが手掛ける本格ピッツァ、具材はかぼちゃなどの季節野菜の他に地元の椎茸、はい、地元のっけて県産のベーコン、牛ベーコン、はい、牛ベーコンのっけて、わあ、すごい、チーズたっぷり、そしてこれをカニッテ自慢のピザ窯の中へ。窯の温度はなんと270度、焼き時間はわずか3分。あ、ピザ、あ、うわ、めちゃくちゃ美味しそう。これぞ道の駅カニッテの人気メニュー、季節野菜とベーコンのピザ、とろけるチーズと野菜が絡み合うシェフ自慢の一品です。熱々焼きたて、あさこちゃん、そのお味は？美味しいよ、美味しい、すごいサクサクな生地なんですね。ベーコンもたっぷりだし、チーズもたっぷりだし、うちの気持ちもたっぷりだし。それが一番今日は褒めさせて使わせてもらいました。いやー、もうこの子いい子。すごい。ちなみにです、はい、全然私とかじゃなくて、タイプとして年の離れた人はどうなのかなっていう。ちょっとね、申し訳ないお話なんですけど、もう年上。もう大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫、はい、撤収、ありがとうございます、ごちそうさまでした、はぁ、美味しかった。さあ、今回も旅の証、道の駅オリジナルスタンプを集めます。カニってゲットしました。これで岐阜県初となる道の駅カニってもクリア、残り57駅。道の駅完全制覇の旅、続いては岐阜県土岐市へ。うわ、なんかちょっとここいいな、山のドライブの感じが ね、結構この冬の葉っぱのない感じの木好きなんですよね。寂しい感じがね。違う、あ、見えた、市のオリベ、あ、オリベ焼きのオリベ、焼き物にある名前だ。通算24駅目となる道の駅は岐阜県土岐市にある市のオリベ。早速中に入ってみると、わっ、綺麗、すごいよ、ほら、綺麗、綺麗な上に、なんか、え、何これ、ケーキ屋さん、すごくないですか、こんな本格的というか、がっつり、え、こういうのやっぱガツガツした方が女子って可愛いんでしょ。可愛い、ほら、ワンプランがあるよ、ほら、ホワイトにケーキワンワンプン、気持ち悪い、ワンプランってあるでしょ。こっちの方が道の駅市の織部の中にあるケーキショップ、里のかさぼ、あの栗きんとんで有名なエナ川上屋が手掛けるお店、色鮮やかなケーキが並ぶ中、一番の人気商品がこちらの卵たっぷり生ロール。ーということで、欲張りあさこちゃん、なんとロールケーキを豪快に丸かじり。さて、そのお味は？超卵、周りが黄身の甘みがすごいする、クリームが牛乳、優しいミルククリーム、もしよかったら私こっちから食べるんで、こっちから食べます。本当ですか？本当ですかって、優しい子だね、この辺優しい子が多いんだね。お腹いっぱいケーキを堪能した伊藤麻子、さらに道の駅の奥へと進むと、うわ、すごい広いな、焼き物、ほら、やっぱりほら、もういろんなタッチの艶のあるのから、重みのあるのまで。なんと、駅構内にはおよそ3500点もの陶磁器を展示販売。実は、この道の駅がある岐阜県土岐市は、市の織部、木瀬戸といったいわゆる美濃焼の産地。市内には400軒余りの窯元があり、その生産量は日本一なんです。そんな土岐市には、美濃焼をテーマにした道の駅がもう一軒。トキ美濃焼街道どんぶり会館、広々とした駅構内では歴史ある美濃焼を展示販売。
また陶芸体験教室もあり、一日中家族と楽しめる道の駅です。そこでこちらにやってきた朝子ちゃんも、はじめまして。あ、ここで教室しての、はい、ここもマルコスです。マルコス、あ、じゃあ日本の方じゃない、ブラジルです。今ブラジル伊藤朝子テンション最高潮。早速マルコスさん指導のもと陶芸体験。ちょっとだけ力入れてゆっくりまっすぐ上に餅を上げて、そう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 、あ、お、なんか変な形になってる。マルコスさん、はい、もしよかったですよ、はい、あれやってほしいですけど大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫です。やっぱね、船のとっさきに行ったらこうしたい、表現したらこうされたい、やっぱそれあるんですよね。ということで、話しちゃダメ、マルコさん話しちゃダメ。My darling, I've hungered for your touch. 何やってんだ。道の駅待ってるかと思ったらもう男の人とイチャついてる。びっくりした。え、じゃあ今日何ですか、柴田さんご一緒。やった、もうだんだん乾いてきてどん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 ものすごいつけちゃった塗ったばっかはさ、あんまよくなかった。ごめん、そんなにいっぱいつくと思わなかったんだ。というわけで前回のモンキッキーに続き、今回は柴姉が道の駅の旅に参戦。美濃焼の里、栃木にある2つの道の駅、これにて制覇。残り55駅、どんぶり会館を出発し、続いては風光明媚な岐阜県恵那市へ。じゃあ次へということで、あ、本当に嬉しいです私。でもいいね、日本ってどこもみんな綺麗だね。この岐阜に素敵なことをしていますね。あー綺麗。これは南アルプス。あー綺麗。エナだからそうだ。本当に真っ白。そうね、素敵だね。いや、なんかあと会う人会う人がいいんですよ。ああそうだね。はい。あー見てるよなんつって皆さん口揃えて言うの、あのね、恋がうまくいくといいね、そろそろって。でもそうやって選びに選んでるとね、サモトみたいになっちゃうよ。難しいですね、生きてくって。あ、ここだ。矢印の。あー出た。そばの里。ラッセイミサト。あーいいね。お昼そばでしょ。お昼ですよ。そばそばもう行きましょう。2人が訪れたのは岐阜県恵那市にある道の駅ラッセイミサト。いいね。なんかそば打ち体験道場だった。あ、いいね。え、なんすかここ、やってんのかな。さっきの陶芸教室みたいな。あ、あ、そうすかね。売ってる売ってる。あ、あれ女の人ばっかり。本当だ、女の人ばっかりだ。ちょっと行ってみますこれ。うん、ですよ。わあ、こんにちは。もういい匂いする。すごく有名なんですかお蕎麦って。そうですね、あの地元でね、あの、あのそれこそ栽培して、はい、種をまいて、それから、はい、それからあの、はい、収穫しまして、そこでここで売ってるんですよ。あら、秋には辺り一面を蕎麦の花が彩る恵那市美里町。地元で採れる蕎麦の味を知ってもらおうと、この道の駅では三里小町と呼ばれる女性スタッフたちが蕎麦を打ち提供しています。また15の打ち場を備えた蕎麦道場では三里小町たちの指導による蕎麦打ち体験も。こんぐらいか。自分でこういうのを自分で切って自分で食べると、また細くたって太くたって美味しいですもんね。そうですよ ね、いいですね。この後その味に誰もがやみつき、道の駅名物そば鍋が登場。